オクシリンコスパピルス。オクシリンコスパピルスは、エジプト中部のオクシリンコスで発見された、数千点に及ぶ、パピルス文書、写本断片の総称である。オクシュルンコスパピルスとも呼ぶ。19世紀末に、古代のゴミ捨て場の跡から、多くの文書が発掘され、整理が進められていったが、20世紀になって、従来全く知られていなかった、イエスの言葉などが記されたパピルス断片が多数発見され、新約聖書学の点からも注目されるようになった。文書の大部分は、公文書、裁判記録などで、当時の社会状況、生活様式を知る資料として価値があるが、一部に、プラトンなど古代ギリシア哲学者の著作、才は投げられたというセリフのある、アリストパネス断片のほか、グノーシス主義に関係する文献などが含まれる。現存する最古のキリスト教の聖歌とされる、三位一体の聖歌がギリシア記譜法で記されていた。古代ギリシアの文化がエジプトの都市にどのように受容されていたかを知る資料となっている。ナグ・ハマディ写本とともに、グノーシス主義の研究において重要な資料であり、また初期キリスト教を研究する上でも貴重な資料とされている。翻訳では、聖書外典義典第6巻新約聖書外典1に、次の文書が収められている。他に、いくつかの古代ギリシア語作品集に断片として、オクシリンコスパピルスによるものが収められていることがある。ありがとうございます。